皆さんこんにちは、シュウです。今回フェニックスの RC05 の懐中電灯を紹介させていただきます。本体はこちらです。これ本体長さは約10センチです。こちらの直径、ヘッドオーブの直径は約2センチです。重さはわずか37グラムです。非常に軽いです。使用の電池は 14500 の充電式充電池です。この懐中電灯はこの電池は付属しています。使用するときはこの中の絶縁シート取り忘れないように。この懐中電灯の明るさは4段階があります。こちらは白場のこのスイッチです。見てください。一番低いのは5ルーメンです。これスイッチを押すだけで明るさが変わります。これは最大の明るさ300ルーメンです。これちょっと長押すと点滅になります。これも300ルーメンです。これ照射距離は最大最大は90メートルです。あとこちらは後ろスイッチの反対側の金色のところ、この充填式です。充填のケーブル、スケーブルがついています。こちら充填して、こちら緑の点滅している点灯があるなら充填しています。一回1時間半ぐらい充填してだいたい55分から40時間使えます。こちらは別売りですけど、さっき言ったようにこの USB スケーブル、こちらの懐中電灯の付属品、あとストラップ、ゴム、キーリング、このカバンとかいろいろ入っています。付属品として、フェニックスの RC05 の懐中電灯を紹介しました。ありがとうございます。